今日は装束付けの動画をご覧いただこうと思います。能が葵の上の古式という能が出ます。その主人公六条の御息所の着付けを今日ご覧いただこうと思っています。この装束と能面を並べさせていただきました、特に注目して今回ご覧いただきたいのはこの三角模様で鱗模様と言いますけれども、この鱗模様蛇の鱗や魚の鱗から取られたように思われがちですが、実は我々の使い方としてはそういう魚や蛇の役に使うのではありません。特別な役のみにこの鱗の模様を使っています。六条の御息所はその特別な存在。じゃあ何が特別かというと、人を超えた超能力を持っている。今風な言い方をすると鬼になってるんですね。それが鬼になる物語、それが葵の上の六条の御息所になっています。また同じように能面をご覧いただきたいんですが、前半で使う能面は泥眼という面です。泥眼というのは泥の目と書きますけれども、この目に金泥が入っているから泥眼と呼ばれています。目が金色に光っている、これも能の中での大事な約束事なんです。超能力レベル1になると目が金色になります。そして超能力レベル2になると歯が金色になります。泥眼は目も歯も金色です。すなわちもうすでに普通の女性ではないということ。後半で使う般若の面ですけれども、同じようによく見ていただくと目と歯が金色になってますね。すなわち超能力レベル2になってるということ、まあ、何よりもそれよりも般若はこの歯から2本生えた角が一番特徴的ですが、じゃあ、まあ一般的によく言われる鬼のイメージでしょうか。この鬼を取り扱っている能上六条の御息所の着付けを今日は楽しみいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
老僧心，弘扬威严，これまでぞ恩料、この後またも来たる待ち。